近それ遊んでんの？取れないの？果たしていいよ遊んで。どうぞ。お母ちゃん撮ってるから。上手ね。これまでの第3波までの反省を踏まえて、菅総理大きな方針としてまず感染対策を取るんだということは、ここに来て方針を変えたんだとこういうふうに言われてきましたけど、何あら。そうですね。ここでまた一時総理はやっぱ経済にもですね、ちょっと時間を上手ね。それはもう諦めたと思っていたわけですけど、ここに来ては浮き彫りになってきたのはやはりまだ五輪に対するこだわりというのは結局経済に対するこだわりが同じですから、やっぱりそこは後手を踏んでしまうというところだと思うんですが、もう一つはですね、やはりその感染力が大きなその変異株があるというのは、これまた新しい状況になるんですけど、そうすると緊急事態宣言そのものでも、まあ、これ十分効果があったかどうか言われている中で、より強い緊急事態宣言プラスアルファに強い措置を早く打たなくて、昨日五輪はすべきであると思って強く主張しているある自民党の医療に詳しい議員もであるけれども、ちょっと心配なのはこの山の感染が予想よりも早く、しかも高くなってしまうと、その分だけ収束が遅くなって五輪の時期にかかってしまうケースがあり得る。だからそこはもうちょっと早く締めるべきで、そこでやっぱり人流をちょっと止めることを考えるべき。まあその人はそれで、まあもうすでに先ほどの先だけの緊急事態宣言ですね、あれももう効果のほどいかほどにっていう状況で、もう次もう一回出して同じやり方で通用するのかっていう状況ですからね。これまで通りの対策では抑えられないという声が大きくなる中、大阪に強い対応に動きました。お、取れた。というのをお伝えしたいと思います。中央事務所から現金が受け取れる可能性があるお知らせです。取れちゃった。